皆さんこんにちは、ケアキョウです。今日は介護記録の書き方をご紹介していきます。目的、注意点だけでなく実例や改善案もありますので、ぜひ最後までご覧ください。ケアキョウでは個別のご相談も受け付けています。何かある方は LINE までお気軽にお問い合わせください。まず最初は介護記録の目的、振り返っていきましょう。今回3つご紹介します。1つ目はご利用者様の様子を適切に第三者に伝えるためが目的になります。介護サービスを行うとき、その場には介護職員ぐらいしかいないものです。特に施設に利用者さんがいる場合、どのように過ごしているのかご家族は知りたいものです。また介護保険は実際に行ったサービスに基づいてお金が介護事業所に振り込まれる仕組みです。そんなときに役立つのが介護記録です。介護記録を見せることで、どのような様子でご利用者さんが過ごしているのか、実際どのようなサービスを行ったのか、外部の人たちに見せることができます。2つ目の目的は、より良い介護を行うためです。介護サービスは個別のケアプランに沿って対応をしています。前回のケアプランからどのような変化があったのか知るために、介護記録は一つの証拠としてとても重要になります。そして3つ目、介護職員を守るためです。万が一事故などが起きた時に、どのような状況で事故が起きたのか、これを伝える必要があります。その記録を確認して、ご利用者さんに対する対応が適切なものであったのか、客観的に分析がされていきます。この時の証拠の一つになるのが介護記録です。正しく記録保管しておくことは非常に重要になります。皆さんを守るためにもしっかりと記載をしましょう。そして介護記録を書く際の注意点も確認していきましょう。1つ目は専門用語や略語を避けるということ。介護記録は先ほども述べた通り、介護の専門家以外も見ることがあります。その時に専門用語だらけだとよくわからないとなってしまいます。確かに専門用語は便利ですが、多く使いすぎないように気をつけましょう。2つ目は客観的事実を書き、主観とは区別をすることです。介護記録は客観的な事実を記載するものです。例としては、暴言を吐かれたではなく、職員に向けて大声でこの野郎と叫んだ、嬉しそうに笑顔を見せたではなく笑顔を見せたといったような具合です。そして3つ目が、分かりやすい型を踏まえて記録をすること。分かりやすい文章にはいくつかの型があります。その型に当てはめて書き込むと分かりやすくて早く書くことができます。施設によっても異なると思いますが、今回は次の型をご紹介していきたいと思います。それは、現場の状況、利用者さんの心身の状態、スタッフの対応、結果、この4つです。例えばこのようなものです。午前2時、廊下を巡回していると、自室のドアに山田さんがもたれかかっていた。大丈夫ですかと駆け寄ると、寝れないため歩いていたが、ふらついたから座っていたとお答えになった。体の痛みや外傷などはない、横になりたいとのことなので自室のベッドに誘導、最近は昼寝のしすぎで昼夜が逆転していると話される。リーダーに報告し相談済み、このように書ければ問題がありません。では実際に3つの場面の良い例、悪い例を見ていきましょう。1つ目は食事の場面の記載例です。悪い例としては、昼ごろ A さんは食が進まない様子、もう少し食べられますかと聞いたところ、まだ食べると言われた、時間はかかったが食べきった。何が悪いのか確認をしましょう。まずは時間が曖昧です。昼ごろは何時なのでしょうか。また食べるのにかかった時間どれぐらいなのでしょうか。次に、食が進まない様子というのもどの程度なのか分かりにくいです。具体的に記載をする必要があります。またその後どのように対応したのかも分かりません。何かあったのであれば記載をするべきです。この時に良い例を見ていきましょう。お昼12時、 A さんは昼食時に主食の1/4、主菜の鮭の切り身を3口ほど、副菜を1/3ほど食べた後、箸を置かれた。10分程度した後、もう少し食べられますかと聞いたところ、笑顔でまだ食べるとおっしゃられた。その後12時40分まで時間がかかったが食べきった。 A さんは噛むのが辛いとおっしゃられた。フロアリーダーに連携済み、このぐらい書けば十分かなと思います。そして普段のコミュニケーションの記載例、まずは悪い例です。共有フロアで休んでいる A さんが旦那の写真を自慢していた。何が悪いのか確認をしましょう。1つ目はどういった経緯があったのかわからないこと、そして2つ目は誰に自慢をしていたのかがわからないこと、そして3つ目、時間がわからないことかなと思います。これを手直ししていきましょう。この時の良い例としては、15時30分、共有フロアのソファーに座っている A さんにお茶を出した。
A さんはありがとうと述べた後、私の旦那の写真を見ないと言われて、懐の財布から写真を出して見せてくれた。いい写真ですねと答えると、そうでしょと嬉しそうに話され、旦那様の話をしてくださった。このように記載をしましょう。ここまで見てきましたが、介護記録を書くことは大変です。そこで2つの改善案考えてみました。ぜひ皆さんのご意見をお聞かせいただければ嬉しいです。1つ目の改善案、フォーマットを作成すること。最初から介護記録に必要な内容の枠組みを作成しておくことで、記載をするスピードは上がります。例えば、いつ、どこで、誰が、どんなケアをしたのか、何が起こったのかなどです。大阪府など自治体によっては、このフォーマットを例示しているところもあります。2つ目は介護記録用の端末を利用することです。やはり手書きだけでは時間がかかりますし疲れます。そこで他の手段を用いましょう。 PC やタブレットやスマホからも記載をするサービスが増えてきています。ものによっては音声で入力ができることもあります。パソコン入力が苦手な人でも対応できるものもあります。皆さんの施設では導入をしていますでしょうか。今日の動画もご覧いただきありがとうございました。いいね、動画へのコメント、チャンネル登録もお願いします。また介助術に特化したサブチャンネル開始をしているのでご登録お願いします。ご相談は LINE まで、概要欄からでも登録ができます。それではまた次回の動画で、さよなら。